今日からチームルビーだ。リーダーはルビーローズ。え？やった！すごいよルビー。かつて人は塵より生まれ、強く賢く創造性に満ちていた。だが破壊の獣たるグリムが人を敵とみなした。行ってきますママ。かっこいいとこバッチリ見せちゃうから、私のこと見直すと思うよ。私はワイス主任、カンパニーの後継者です。ハッピーエンドだから、現実はおとぎ話のようにはいかないわ。大好きな妹と一緒にビーコンに入れるなんて最高。君たちは戦士として訓練を受けてきた。在学中の4年間はチームで行動する。大した努力もなしにリーダーになったことがそんなに嬉しいの？偉そうに、大っ嫌い！そこに消さないで光を焼けつくいたいの。君をリーダーにしたことを間違いとは思わない。どう責任を全うすべきかじっくり考えるといい。黙ってないで何か言いなよ。どうしたらいいかわからないんです。ちゃんと戦えるって知ってほしいだけ。